間になるので、さっきまでもうね、見てもらってはいたんですけど、今日はラズちゃんと輪投げをして遊んでもらおうかなと思ってます。ラズちゃんね、まだショーに本当に数えるほどしか出たことがなくて、結構レアなメンバーです。種類を南アメリカオットセイと言います。さっきね、ご飯をあげてたのはカリフォルニアアシカという種類になるので、ちょっとね、種類が違うんですが、大きな括りでいくとアシカの仲間になります。ちなみにトドもね、アシカの仲間で、アシカの中で一番体が大きくなる種類になります。座ってみててね。さあ、ラルちゃんね、1日にだいたいお魚は 2.5 キロ食べています。体重はこの間、昨日ちょうど測ったんですけどね、昨日測ったら38キロになってました。はい、結構ね、重たいです。はい、じゃあ今日は自分で座って見ててもらってもいい？じゃあ今日はね、3名のお客様に輪投げをしてもらおうかなと思うんですが、やりたい方いるかな？はい、座ってみててね。輪投げやりたい人、はい、やってみて。じゃあお姉ちゃん1本目お願いしようかな。座ってね。大人のお客様もよかったらどなたか、あと2本あるんですが、いいですか？あ、じゃあこちらのお客様にお願いしたいと思います。はい。はい。ありがとうございます。じゃあラスト1本、じゃあ前のお二人とどちらかにお願いしたいんですが、いいですか？はい。はい、ありがとうございます。はい。はい、じゃあラス。よし。じゃあ輪をしっかり最初見せてもらって、見たら投げてあげてくださいね。はい、じゃあ行きましょう。せーの、よいしょ。はい、上手です。ありがとうございます。よいしょ。はい、じゃあ今度お友達にお願いしようかな。じゃあお友達も絶対投げてほしいから、投げてほしいです。ごめんね、一緒にお母さんお願いしてもいいですか？はい、ラズちゃんびっくりしやすいのですいません。はい、ポイって投げてね。ポイ、惜しい。はい、一回行ってみるか。じゃあ座って投げてほしいかな。はい、じゃあすいません、もう一度一緒にお願いします。ラズこっちだよ。ちょっと待ってね、見たらね。はい、せーの、ポイ、頑張れ、持って離せる、せーの、よいしょ。はい、ありがとうございます。上手に取れました。はい、もうね、危ないからね。できましたので、今日はね、ラズの後に同じオットセイなんですが、男の子のオットセイのパブロ君がねやってきてくれます。オットセイさんの種類、男の子と女の子で体の大きさがねかなり違うので、ぜひね、そんなところも見比べてみてくださいね。じゃあラズちゃん、